インスタに入れてないとやばいわ。服何着ればいいか分からん。やばいやばいやばい。てか眠い眠い眠い。寝てなかった。足出すのは寒いしな。私はもしかしたら天才かもしれないです。起きて20分ぐらいで準備が完成しました。準備が完了10分ぐらい前にはもう出ないといけないので、それでは行きます。チャンネル登録してください。はい、というわけで帰ってきました。というわけでさっき買ってきたものを紹介していこうと思います。どうしよう、じゃあ H&M のこの20のコラボ商品から紹介していきます。じゃあちょっと欲しくって、そうとうとう買いました。まず最初に、せーの、じゃじゃーん、こちら、じゃじゃーん、パーカーです。特番一個一個 H&M ハート20っていうタグがついてる。名前は書いてない、名前は書いてないけど、パーカーです。ちょっとミニ丈になっててね、すごい可愛いんですけど、私は S サイズを買いました。2999円でございます。じゃあこれ着てみますね。下が黒いズボンで申し訳ないんですけど、こんな感じでございます。見えるかな、こうやって帽子もちゃんとついてます。帽子？フードか、フードもついてます。ここにも紐ついてて、ここにも紐ついてるから直接できていいと思います。服のレビュー下手くそやな。私 H&M ねすごい好きで結構行くんですけど、20とコラボってもうすごいよね、激アツだよね。買うしかないと思って今回買ってしまいました。イエーイ。これからの季節絶対こういう色ってめっちゃいいと思うし、昔もこういう感じのパーカー買ったんですよ。そしたら裏起毛でめちゃくちゃ暑かったの覚えてたんですけど、今回裏起毛じゃないのでね、これからの季節はめちゃくちゃ着れると思います。春とか夏の手前ぐらいまで全然着れると思うので、ぜひ皆さんもゲットしてみてください。次紹介しますか。次、せーの、じゃじゃーん。ちょっとこれはね、私まだ合わせ方わかんないの、どうしようと思ってて、とりあえず安そうと思って買いました。これも S サイズを買いました。ちょっと XS って最初思ったんやけど、それでさ、ちっちゃかったらもうやばと思って、でも M サイズはちょっと大きいなと思ったんですよ。だから今回 S サイズを買ってきました。ステップへのステップ、私の幅で、こういうタイプの服買ったことないから、ちょっと着るのが楽しみです。それでは最後になります。せーの、じゃじゃーん、こちら、これは1799円でございます。これはリマちゃんがあの水色のセットアップをね着てて、中にこれを着ててめっちゃ可愛いと思ったんですよ、リマちゃんの服装で。めっちゃ欲しかったんですけど、セットアップがまだ売ってなくって、なんかコロナの影響でまだそのお店に届かないみたいなで買えなくって、とりあえずこれだけ買いました。ちょっと前にですね、私こういう水色のセットアップを買ったんですよ。だからもしかしたら合わせれるかなと思って一応買ってみました、これを。けどこんな透けてる感じの服買ったことないから、ちょっと新鮮ですね。どうやろう、ちょっとこれと合うか分かんないけど、リマちゃんのやつほんまに可愛かった。あれ分かんないけど、いつか着てみようと思います。もし着たらここに載せておきます。というわけで、こんな感じで私の20の購入品は以上になります。あ、まだあった、まだあった、ごめんごめん、これアクセサリーのところにあったんだけど、ちょっと買ってきました。じゃじゃーん、こちらシルバーのピンの大量のやつです。これは249円でございます。金色もあって最初手に取ったんですけど、いや、シルバーだけでいいなと思って、とりあえずこれだけ買ってきました。アイドルみたいやなと思って、私すごいアイドルみたいな服装をするのに憧れるんですよ。だからね、こういうの見ると買っちゃいます。で、これで H&M は全部で合計5461円でした。なんかその場でアプリ会員になると 10% オフされるみたいなあって、登録したらちょっと安くなりました。すごくない？600円ぐらい安くなりました。すごいね。ついでにお買い物用でね、いろいろお買い物してきたので紹介します。まず一つ目、こちら、シュシュです。
これ本当に私ずっと欲しくって買っちゃおうということでルピスで買ってきました。本当に可愛い。韓国で流行ってるみたいなのをどっかで見てちょっと気になってて、これでもさすごい見えるじゃないですか、ほら後ろからさ、小顔効果絶対あると思った。こんなでっかいのつけてたらめっちゃ可愛いし漏れるし、おすすめですこれ。そしたらですね、最後にポケモンセンター、ポケモンストアみたいなところに行きました。岡山にもですね、実はポケモンのお店があるんですよ。だからちょっと友達のね誕生日プレゼントを買うついでに可愛いの見つけちゃったので私も買ってみました。せーの、じゃじゃーん、こちらこれはなんていう名前だっけ、なんかピカチュウの前髪クリップみたいなやつです。これ450円とか480円とかそれぐらいだったんですけど、一つででもこれちょっと高いなって思ったんですけど、まあ可愛いから許します。可愛い。でこれはねお友達にプレゼントを買いました。ちょっとね見せたいのに見せれないのすごい申し訳ないんですけど、あのヤドンのぬいぐるみとヤドンのこの前髪クリップを買いましたすごいポケモンが好きな子なので、ちょっとね何のポケモンにしようかなって迷ったんですけど、すごいヤドンが好きだったのでヤドンにしました。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで今回はですね、私がこの H&M とブラブラ、はい、というわけで今回はですね、私がこの H&M と NiziU のコラボ商品を買いに行くっていうちょっと短めな Vlog だったんですが、いかがだったでしょうか。 NiziU のやつ本当に可愛くって、もう買えることなら全部欲しかったんですけど、まあ、そんな買うお金ねえよということで3つだけだったんですけど、もうめちゃくちゃ可愛いからマジでみんな買いに行くべき。いくら岡山といえど NiziU だから絶対にその並んでたりとかめっちゃ売り切れとか あると思ってたの。そしたら、まあ、10時2分ぐらいに入るじゃん。そしたら誰もいないのお店に、私一人だけでずっとで、15分後ぐらいにやっと一組お客さんが入ってきてみたいな、開店したばっかりだったからっていうのもあると思うけど、全然人入ってきてなくって、めっちゃ急いで準備したけど、そんなことする必要もなかったかなみたいな感じでしたはい、あと今日この撮影日が2月の19日なんですけど、ライアーライアーがね、ちょっと今日から公開ということで、すっごい見たかったんですよ。やけど、やっぱりやめました。ちょっと一人映画まだしたことないんですよね、実は。いろんなところに一人で行ったりしてるけど。だから、ちょっとライアーライアー、誰か一緒に見に行きましょう。なんか、あれ面白そうだよね。ちょっと見たかったんやけど、やめました。はい。というわけで、皆さんも NiziU のやつ買ってみてくださいって多分さっき言いましたよね。はい、というわけでもう一回言いますね。皆さんも NiziU とのコラボ商品ぜひ買ってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。